南俊明は日本の喜劇俳優。本名は、野津俊蔵。神奈川県横須賀市生まれ、愛知県名古屋市育ち。旧姓南無山中学卒業。榎本健一に指示。百合通る、葉っぱ無と志と脱線トリオ1956年に結成。リーダー格となり、浅草を中心にドタバタ喜劇のお山の役柄で人気を得る。もともと三人とも、 所属事務所が違ったため、間もなく、トリオは解散し、以降、ピンで活躍。テナモンやサンドカサに軽妙な名古屋弁を喋るネズミ小僧役で、レギュラー出演し、人気を獲得した。1969年のオリエンタルの、スナックカレーの CM 中での名古屋弁のフレーズ、林もあるでよや、後に、この CM をパロディ化した赤木乳業の、カレーアイスの CM にも出演。 な子の CM の締めは、林はありゃ先祖となっている。その後も、特に、鈴木即文監督作品に、数多く出演し、喜劇だけに限らず、シリアス、時代劇、子供向け、ロマンポルノ等、ジャンルを問わず様々な作品に俳優として活躍。軽妙でいて、かつ人の話を適当に聞き流すキャラクターが、多いながらも、ダンディさを持っており高田純次の元祖に近い。 1995年1月13日に、肺がんで死去。70歳。コミックソング、演歌ちゃんちゃかちゃんのヒットで知られる、平野正明は、南の月人だった。華麗なる、人生南の男と北の女の恋物語なんだ。燃えよドラゴンズ。v 日中日コータ。番外編コメディドラマ。ありがとうございます。